こんにちは、ミスタージャパン2021、セミファイナリストに選ばれました中尾茂人です。よろしくお願いします。まず出身地は沖縄県の那覇っていうところにもともと住んでいて、国際通りとかがある場所ですね。今は神奈川県の川崎っていうところに住んでいます。この大会を知ったきっかけといいますか、出場すると決めたきっかけは、この大会がもともとコンセプトとして海外で活躍していけるような人材を探しているということだったので、じゃあもともと19歳の時に留学に行ったり、19歳から20歳にかけて、去年の3月ですね、東南アジアでバックパックをしていた経験があったので、こういった経験を生かして海外の大会に出場した時に日本の良さを伝えていきたいと思い参加させていただきました。それから一番大きな理由としては、もともと自分は人を前で話すのが苦手なタイプで、シャイ、コミュ障って言ったりもすると思うんですけど、みんなの前で喋ると震えたり、思うように話せなかったり、声が震えて何言ってるか分からなかったりみたいな、上がり症っていうものもあると思うんですけど、こういったこともあるので、こういったシャイな自分を変えて自分と同じような状況というか環境に出されている人たちにの背中を押すような後押しね、恥ずかしくてあと一歩踏み出せない人たちにエールを送れるような存在になりたくて出場しました。してグランプリを取った、賞金だったり海外への出場権だったりっていうのが、今回大会が海外の大会があるかわからないですけど、賞金は25歳になったらストリートチルドレン向けに、学びたくても学べない子たちに環境を与えて、あの子たちっていうのは可能性が本当にいっぱいあるのにもかかわらず、生まれた環境とかに左右されて就職できなかったり、ゴミ拾いをしていたり、別にゴミ拾いがあの子たちにとって幸せじゃないかは別として、あの子たちはいつも笑顔で、メディアとかが捉えるものとは正反対といいますか、いつも笑顔なんですね。ホームレスの方たちも笑顔で、逆に自分が幸せにしてもらったりっていうことも多々あったので、子たちに与えるものがいっぱいあったっていうよりかは、自分がいろんなものを与えられたって感じてます。特に幸せの部分だったり人間関係の部分、本当にこのバックパックだったりフィリピンでの生活で本当にいい経験をできたと思っています。最後に沖縄県の皆さん、全国の皆さん、応援よろしくお願いします。